的日本人は神か仏か？音はない。日本人は本質的に冷静感覚の高い精神性を重んじる民族であるから、神仏を同様に尊きものと本能が感じているからだと思います。ではどうぞ。一般的に日本人はそこまで信仰心に厚くないと考えられていますが、実際に2005年に読売新聞が行った宗教に関する世論調査では、宗教を信じていないという選択肢を選んだ人が 75%、 信じているの選択肢を選んだ人は 23% と、4人に3人は無宗教あるいは無神教であるようです。79年の調査では信じている人の割合は 34% だった。さて、今回は現代の日本人に宗教は必要なのか？という記事からで、その問いに対する外国人の意見をまとめました。多くの外国人にとって、今の日本こそ理想的な姿であるようでした。海外の反応。日本ってあからさまな宗教的な要素ってないじゃん。俺的に日本が好きな理由の一つってそこなんだよね。アメリカ。日本人が宗教的になったら嫌だな俺は。本気で嫌だ。イギリス。もし世界中の人たちが日本人と同じくらい宗教的で同時に非宗教的だったら、もっと素敵な世の中だったよね。国籍不明。だけど日本には神道と仏教があるでしょ。日本人だって十分宗教的な国民なんじゃないの？アメリカ。日本人は単に宗教を信仰しているというよりは、先祖が残してきた宗教的な伝統を実践してるんだよ。ガーナ。面倒になりそうなことはそっとしておくのが一番さ。アメリカ。多神教と無神論。争いを避けることができる唯一の信仰はこの二つだ。国籍不明。正直言うとよくわからない。日本人は結婚式を挙げるときは教会だけど、葬式は神道の作法にのっとって行ったりするでしょ。日本人は実際のところ何を信仰してるんだろう。インドネシア。神社は素晴らしい。神道なら熱狂的なものになっても何ら問題が起きないように思えるな。オーストラリア。70年前に一度問題が起きたけどね。だけど今の日本人はみんなクールで落ち着いてる。フィリピン。国民の信仰心が薄い国の方が犯罪率が低い傾向にあるよな。基本的には宗教は世界に必要ない。アメリカ。日本にも宗教はある。それは食だ。日本ほど食を通して調和を生み出してる国は他にないからね。俺の国、豪州では食べ物が異常なくらいに高い。だけど日本では誰もが声を大にして言うが、誰もがだ、本当に美味しい料理を気軽に口にすることができる。そんなのピースフルにならざるを得ないだろう。オーストラリア。文化と宗教の違いを知っておかないと。神道とかは文化として日本社会に深く浸透してる。これって宗教とはまた違うものでしょ。アメリカ。神道は一神教の宗教よりもシステム的に優れてる。アメリカ。多くの日本人にとって宗教とは日本人らしく生きることのように思える。オーストラリア。日本人がかつて持ってたスピリチュアリティを取り戻す必要はあると思う。こういうのは宗教とはまた違うんだけどね。世界観や哲学という意味合いで僕は言ってる。それは神道や仏教も同じことなんだ。この2つの宗教からは自己改善の方法や己の弱さを消し去るための方法を学べるから。ギリシャ。個人的な意見だが、本当の意味で平和的な宗教はこの世界で神道ただ一つだと思ってる。カナダ。宗教は誰にも必要がないものだよ。プラスよりマイナスの要素の方が多いもん。アメリカ。だけど神道は宗教以上のものだよ。他の宗教はあくまでも宗教に過ぎないけど、
神道はライフスタイルに関わることだから。ドイツ。宗教は、その国の文化であったり、個人の魂を育む手段として、やっぱり重要なものだと俺は思うがね。アメリカ。信仰心が薄いのが、日本のいいところなんじゃないか。アメリカ。神道への信仰は、宗教的なものじゃなくて伝統なんだよ。神道の神を信じてる日本人はそう多くない。ノルウェー。もちろんどうするかは日本人が決めるべきことという前提で言わせていただくと、日本人はもうちょっとリラックスする必要はあると思う。みんなあまりにも真面目すぎる。これはあくまでも私の考えです。フィリピン。そもそも日本が信仰心のない国だと思ったことは一度もない。日本ほど宗教に寛容な国はないよ。すべての宗教に対してそうだから。それぞれが違う宗教を信仰してる日本人の家族を知ってる。でもそこには完全な調和があるんだ。家族一人一人がそれぞれの信仰を尊重してるから。アメリカ。特定の宗教の熱狂的な信者の数が少ない。日本の一番素晴らしい点はそこだと思う。アメリカ、日本在住。自然に敬意を払う？素晴らしいことだ。試験に受かるよう神に祈る？馬鹿げてる。アメリカ。私の日本人の夫や子供たちは、神道を宗教とは捉えてないよ。文化や伝統の一部だと考えてる。日本在住。絶対に必要ない。韓国におけるキリスト教の台頭を見るだけで十分だ。宗教がいかに人を熱狂させ盲目にさせるのかがわかる。イギリス。日本人に宗教は必要ないでしょ。ものすごく平和なのが日本って国だけど、それは信仰心がそこまでないことと関係してると思ってる。日本にだってキリスト教徒や仏教徒がいるけど、それでもそこまで信仰に熱いってわけじゃないもんね。そう、だからこそ日本は平和なんだよ。アメリカ。神道は宗教じゃなくて哲学だと思っていたが。アメリカ。神道は本当に素敵よ。厳格な神様からの罰だって一切ない。いろいろな神様や女神が存在していて、それぞれが自然と関係があるの。太陽、雷、空、木々など、私たちは自然を神聖なものとして守っていかないと。アメリカ。日本人が信仰に熱くないっていうのは語弊があると思う。私が日本で暮らしてた時に接点のあった多くの人たちが神道や仏教の教えを日常的に実践してたよ。国籍不明。日本人は神聖なものに対して敬意を払うし、どんな宗教も受け入れる寛容さがある。でも日本人の国民性で特筆すべき点は、人の善意を信じているってところだと思います。国籍不明。これは実際に日本で暮らすことで分かったことなんだけど、仏教や神道は彼らの文化や生き方の一部なんだよ。だから日本人は自分たちを宗教的だと思ってないし、欧米人がどんな宗教を信仰してるの？って尋ねても、彼らははっきりとした答えを持ってないんだよ。あくまでも生き方なんだ。そして、俺はそんな日本人の宗教観が好きだ。オーストラリア。前述のように、現在の日本の宗教の在り方を理想的と捉える方が多く、また、神道や仏教は、少なくとも日本人にとっては宗教ではなく、文化や伝統の一部だと捉えている人も結構目立ちました。日本人は宗教観があまりなく、一貫性がないのが特徴だと思います。生まれた時はお宮参りに神様に行き、結婚式はチャペルで行い、厄年は厄払いに寺に行き、亡くなった時はお墓のある寺で仏前で行う。すべて自分の家の宗派の寺等で一貫して行う人は、ごく一部の方だけですよね。